国指定の伝統的工芸品、川鍋仏壇の後継者育成を目的としたインターンシップが初めて開かれ、美術や工芸を専攻する大学生たちが工場見学や作業体験を行いました。南九州市川鍋町の木原製作所、仏壇に取り付ける金具の製作を担っています。おはようございます。今日この作業場を訪れたのは、県外の大学や専門学校に通う学生5人。川鍋仏壇に携わる後継者の育成を目的として、県が初めてインターンシップを開きました。ちょっとこれは銅メッキで色をつけたところです。こっちは硫化といって硫黄の分ですね。そういうので色を黒くつけます。学生たちは色付け、加工を行う作業場や多くの種類の金具が保管されている倉庫などを見学。普段美術工芸やデザインを学んでいるという学生たちは、職人たちの話に興味津々な様子。歴史ある仏壇製作の現場を見て回っていました。バーナーで炙りながら、そのハンダであったりとかをつけるっていう風なのを見させていただいたんですけど、こう焼いて変化しちゃったりみたいなのって、後の処理ができますので、色の変化はあまり気にしないですけど、変形っていうのはやっぱり気にしますね。学生たちは実際の作業場で彫金作業も体験しています。タガネと呼ばれる工具を使って手作業で模様を打ち付け、金具を製作する彫金。仏壇一基には100を超える飾り金具が使われていて、小さな金具一つにも職人の技が詰まっています。学生たちは職人からアドバイスをもらいながら、真剣な表情で作業に取り組んでいました。長い歴史を持つこの川鍋仏壇ですが、後継者不足は業界の大きな課題です。県はこのインターンシップを職人の担い手確保だけでなく、南九州市への移住者の促進にもつなげたいとしています。まあ、この金具だけじゃなくて仏壇7工程ありますので、塗りやってみたい、漆をやってみたいとか、箔押しやってみたいとか、彫刻やってみたいとか、そういう人の誘い水になればいいかなと思います。こう自分の手で何かを作っていくっていうこと、なんかそういうことをやっぱり自分はしていきたいなというのは、今回強く感じているので、これからの就職活動にも強く影響をしていくんじゃないのかなと思っています。絶対に仏具と か, なんか伝統工芸とか、そういったものにつきたいなと思っていたので、すごいなっていう か, なんかこんなことが人間ができるのかっていうのに変わって、でも自分がもしこういう仕事につけたらいいなっていうのがこう明確になりました。はい、ではここで地震の情報です。先ほど午後6時16分ごろ、震度2の地震がありました。震度2が宇家島、与路島、そして震度1を奄美市、瀬戸内町などで観測しています。この地震による津波の心配はありません。さあ、先ほどのインターンシップですけれども、はい、この経験によってより伝統工芸が身近になったでしょうね。そうですね、学生たちも目がキラキラしていましたね。はい。